おはようございます、バッサンです、週末恒例の練習、早朝練習終わりの、車窓ライブをお送りしたいと思います。ですね、今週はと言いましょうか、今日はですね、ちょっと新しいウェッジを入手いたしましたので、そちらをちょっと多めにと言いましょうか、練習いたしました。入手したウェッジなんですけれども、ウェッジとかピッチングウェッジなんですが、アナライズですね、マーク金井さん、が、作成されたと言いましょうか、監修で制作もされてるんですね。制作された、リンクスの SS アイアンの、ピッチングウェッジ、となります。これ聞いて、はいはい、あれねとこう思いつく方がどれぐらいいらっしゃるかというのは分かりませんが、結構マイナーなんじゃないか。というのも、もう10年ぐらいおそらく前のに発売されたクラブということで、特にその後のシリーズと言いましょうか、後継モデルがリリースされているということでも多分ないんじゃないかと思いますんで、なかなかちょっとこうマイナーなクラブかなと思うんですが、ピッチングということで、もともとは私あのハイボールパワーアイアン愛用しておりますので、ハイボールパワーアイアンのピッチング44度を、使って、セットですよね、セットで使っておりました。で、この3ヶ月ぐらいですかね、こう短い距離をかなり練習する割合がこう増えましてですね、あんまりもうなんかこうドライバーとか、もうウッドとかもほぼほぼ練習はあんまりしてないんですけど、本当に短い距離をばっかり、打ってますね。もちろんあのパーシも上げ、プロの、影響というのもありまして、こう8時4時で、スイングの振り幅でスイングを、まとめるというところですね。そういうのがあって、あんまりこう長い距離をこう、あとはクラブをこう振り回す系のですね、振る系の練習というのはそんなにやっていないので、おのずと短い距離になるんですけれども、ちょっと短い距離のでピッチングエッジを使って、こういろんな距離を打つ練習してたんですね。正直100ヤード以内は好きなので、好きなものはやっぱりどうしてもクラブも増えていっちゃうのもありまして、ロフトも結構いろいろセッティングにしちゃってたりするのもあるんですけれども、1本でいろんな距離とかを打ち分けられるようになっているのがですね、44度のそのピッチング、ハイボールパワーアイアンのピッチングをいろいろ打ち分けたりする練習をしてたんですけれども、ハイボールパワーアイアン自体はもう全然あの素晴らしいクラブだなってこう思っておりまして、なんて言いましたか、総論で言うと別にあの何の、文句というかないんですけれども、このちょっとこのピッチングだけに関してはですね、これはもう感覚の部分ではあるんですけれども、ちょっと気になっているところがありまして、というのはその、クラブのこうリーディングエッジっていうのがあるかと思うんですね。一番こう、地面側のこうロフトの角度の何て言いましょうか、こう起点っていうんですかね、リーディングエッジになるんですけども、リーディングエッジがですね、こう
すごいこうアーチになっておりまして、出っ歯っていうのは出っ歯なのかな、出っ歯っていわゆるウェッジで出っ歯っていうんですかね、出っ歯になってるんですかね。でまあアーチが結構こう効いていて、よくあの YouTube、 あ緑山スタジオがそばにありますので、 TBS って言われるあの TBS と書いてあるバスで言いましょうか、が走ってるんですよ。あの青葉台の駅とかからあのスタジオまでの、まああの働いてらっしゃる方もいらっしゃるので、ちょっと場所が偏僻だっていうのもあって、こういうなバスが実は生活道の中で走ってるんですけど、脱線しました。まあ、リーディングエッジの話なんですけれども、まあ、よくその YouTube、ゴルフ系の YouTube ので扱ってるネタでも、どこで向き、クラブのどこを見て向き合わせてますかみたいなんですね、こうサムネのタイトルで動画作られてたりする YouTuber さんいらっしゃったりするかなと思うんですけれども、まあこうリーディングエッジとか、あとそのウェッジのこう上部のトップラインといいましょう、トップラインのところだとかですね、なんかいろいろこう議論があって、でまあクラブによってはすごいこう親切に、一番こう溝がありますよね、一番下の溝のところにこう白くあのペイントをしてくれたりするようなクラブもあるんですけれども、まあ私のこのセッティングがこうこのウェッジ系が、こういわゆるそのニブリック系のウェッジを、使っていることもありまして、結構そのリーディングエッジと、あとクラブ自体がこういわゆる箱型なんですよね、こう長方形なので、こうまあこうリーディングエッジの面がこう比較的まっすぐしてるんですね。なのでまあちょっとその向きが合わせにくいって、なんかこうね序前なことを言ってんじゃねえみたいな感じになるんですけど、向きがちょっとこう合わせにくいなっていうのがあのちょっと実は気になっておりまして、でまあそのじゃあその向きが気にならない、まあいわゆるそのリーディングエッジがですね、ある程度こうまっすぐ、まあ、っすぐというか別に程よければいいんだけど、ちょっとあのハイボールパワーアイアンがかなりこう出っ歯というかですね、アーチが効いてるので、もうちょっとこうあの向きが合わせやすいクラブ、ウェッジ44度のピッチングウェッジってないかなっていうので、ちょっといろいろ探しておりました。でまああのチッパーも入れてたりすることもあるんで、40度のチッパー入れてたりするのもあるんで、まあ、まあチッパーチッパーでいいんですけれども、まあ、なるべくなんかこう一つにまとめられるのであれば一つにまとめたいなっていうのもあったので、あのプロギアの R45 度45、っていうのもちょっとこう、見てまして、まあ、ただちょっとあのお値段的にあのまあまあいい中古でもいいお値段、するんですよね。ただあのクラブコンセプト的には全然、まあ、興味があったクラブでもあるので、使ってみたいな売ってみたいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと値段がねっていうのもあったので、いろいろ探してみたんですけれども、だいたい底値があの知れてる感じだったので、まあちょっと諦めまして、でまあ、他にもこう44度のピッチング、まあ、45度のピッチングないかなということでいろいろ調べてましたところ、まあ、ちょっととある、まあ、フリマサイトの中でですね、その、マークカナエさんの SS ウェッジを、まあ、ピッチングあの SS ウェッジは、ごめんなさい、50度、52度、54度、56度、60度ぐらいかな、かなりラインナップ豊富で出している、まあ、ウェッジなんですけど、まあ、それのあのアイアン版ということで SS アイアンのピッチングだけをこう単品で出されている、今のですね販売、ページを持たれている方がいらっしゃいましてですね、まあ、ちょっとそれが使いまして、まあ、あのかなり
値段、送料込みでかなり安いですね感じだったので、これちょっと間違い言っとこうと思いましてですね、購入いたしました。まあまあ今日の練習で打ってみる、まあちょっとシャフトは、カーボンの S ということで、まあまあまあ、ハイボールパワーアイアンももともとシャフトはカーボンの S だったということで、まあいいかなと思っておりますが、意外とハイボールパワーアイアンの、まあカーボン、まあ、短いってこともあって結構しっかりしてるんですね。しっかりしてるんです。あと軽いのかなと思ったら意外とハイボールパワーアイアンの方がまあ重いのかなって、SS アイアンのピッチングの方が、まあ、ちょっと軽いし、でカーボンも S だったんです、純正の S だったんですけども、まあ、ほんのちょっと長いってこともあるからなのかちょっと分かりませんが、まあ、ちょっと柔らかいのかな、はい、っていう、感じでした。で打ってみての感じなんですけれども、まあこの SS アイアンの動画が、まあ、本当に昔の動画なんですけど、マークさんの動画が YouTube で上がっていて、まあ、そこでも説明されてるんですけれども、こうあえてハイバウンスにしてますという、説明がありまして、まあ、どんなものなのかなっていうのがあったんですが、まあ、確かにこう構えたというかこうボールセットしてアドレスして打ってみた感じですと、まあまあ、練習場だからなのかわかんないです、私の打ち方なのかわかりませんが、まあ他に持っているクラブに比べて、まあ、確かに結構こうバウンスが効いてですね、こう、まあ、練習場なんかではこうボンってこう跳ね返される感じがありましたんで、まあ、ちょっとそこはまたクラブと慣れ合っていく必要があるのかな。今日はちょっとこのバウンスが気になって、ダフるつもりはないんですけど、結構ダフってる感じだったので、それが、まあ、ちょっと嫌で、上からカット目に入れちゃうみたいな、まあ、これあんまり良くないことなのかなと思ってますので、まあ、ちょっとこの辺はまた、練習していきながら、クラブと仲良くなっていきたいなと思うんですけども、最初にその私が、なんとかしたいと思ってたそのフェースの面ですよね、リリーグエッジの件に関しては、まあ、本当に合わせやすくてですね、向きが合わせやすいので、その44度とかでですね、短い距離ですね、30ヤードとか40ヤードとか短い距離が、まあ、使いやすくなったのかなと思っています。そのハイボールパワーアイアンの時はその短い距離の練習したいんですけど、どうしてもこう、向きが合わせづらくてですね、こう気持ち悪い感じがあって、なかなか短い距離、遠い距離はもうこの高く上がってしまうんで、あまりそこまでこう気にならないんですけど、短い距離の場合はこう自分のこう手で投げるような感覚ですので、こう自分の見上げないぐらいの視線の中にこうボールがのこう弾道が収まるんですけれども、ちょっとこうイメージしてる向きにこう出せなかったりするってことがあったんで、この44度で、基本的には100ヤード打つクラブという、位置付けなんですけれども、まあ、短い距離、この目線に収まる範囲の高さで、ピッチショットするのには非常に武器になるのかなというふうに、感じました。まあちょっとまた来週以降も打ち込んでいってですね、SS アイアン、どんな感じだったかというのはまたご報告していきたいなと思います。それでは、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。